皆様こんにちは。今回は無印良品購入品をご紹介したいと思います。今日から無印週間で 10% オフということで、もともと欲しいものがあったのでこの企画を取ることにしました。ぜひ最後まで見ていってください。たくさん買ってきました。重たくてベビーカーなかったらとても持てなかった。35点で 25,189 円でした。無印週間 10% 割引で2535円お得でした。まずはこちらの綿洗いざらしのボックスシーツセミダブルライトベージュを2つ購入しました。ちょっと寝室のエコタイルがこういう感じのサンドカラーになっているので、それに合わせてそろそろシーツも変えたかったので、今日これを見て生地がとっても可愛いなと思って買いました。オーガニックコットン 100% なんですけども、洗いざらしの何とも言えないこの質感がカジュアルで可愛いなと思って、セミダブルのボックスシーツを2つ買いました。シーツ変えると気分も変わるし、寝る時も気持ちいいし、お部屋のイメージも一気に変わっていいですよね。価格見直しで少し安くなってるみたいです、昔より。そして同じ素材のオーガニックコットンを使った綿洗いざらしの布団カバー、こちらはシングルの掛け布団を買いました。あと同じオーガニックコットン洗いざらしの枕カバーも2つ購入しました。今回はこの綿洗いざらしにしようとは思ってなかったんですが、こういった感じの新しい部屋に合う色のシーツが欲しいなと思って無印良品へ行きました。これが今回の一番の目的ですね。あとはこちら重なるアクリルケース2段蓋付きを買いました。これはもともと持っていて、昔コスメ収納でご紹介してるんですけども、今回は洗面所の収納に使おうと思って買い足しで買いました。こういった感じのアクリル素材なので、お値段は決して安いわけではないんですけども、すごくしっかりしていて、昔買ったものも今も綺麗に使えていたので追加で購入しました。そして同じくアクリルケースですね、仕切り付きスタンドハーフです。何を置こうか決まってないんだけど、同じ素材で洗面所収納にいいかなと思って買いました。なんか立てておけると便利ですよね。この仕切りも外せるのでこれもすごい良さそうです。あとこちらのファイルボックスを買いました。ファイルボックス2分の1というもので、ちょっと浅い感じのファイルボックスです。背が高いファイルボックスは使ってるんですけども、こういった浅いファイルボックスもあるんだと思って、どっか収納合うとこあるかなと思って、とりあえず1個買ってきて、いい感じだったらまた買えばいいかなと思って試しに1つ買ってきました。そしてウェットシートケースです。こちらなんか結構丈夫そうな割に490円で安いなと思って、ちゃんとここの縁の部分もゴムがついていてしっかりはまるし、やっぱり100均のものとは全然違うなって思って、とりあえず1つ試してみようと思って買いました。あとはラップケースです。これも390円で高くないですよね。前に使ってたラップケースが100均だったので、初めは良かったんですが、だんだん使いにくくなっちゃって、ラップケース欲しいなと思ってて、たまたま見かけたので買いました。あとはこちらアルカリ電解水クリーナーを買いました。割と最近発売されたんですよね、無印からこういうお掃除用品系が。お風呂用のものとかトイレ用のものとかいろいろあったんですけども、私はとりあえずアルカリ電解水を買いました。レンジとか冷蔵庫周りに適しているものです。環境にも優しくこだわって作ったものらしいし、すごくパッケージもシンプルなので一回使ってみたいなって気になっていたので購入してみました。あとはこちらトレーです。アカシアのトレーをお皿みたいにして使おうかなと思って3つ購入しました。あえてこうアカシアの木目が全然違うものを3つ選びました。すごい綺麗。アカシアのお皿持っていてすごく愛用していて、ちょっと欠けてきてたりとかしてたので、こちらこう朝食のプレートとかお皿にして使うと可愛いかなと思って買いました。とってもこのアカシアの木目がおしゃれ。あとはこちらのマグカップです。こちらのマグカップはもともと2つ持っていて、今回さらに2つ買い足しました。結構ね、そんなに分厚いガラスではないんですけども、耐熱性のガラスで食洗機対応していて、電子レンジも対応しているので、すごくデイリー使いに良くて、確か価格見直しもかかっていてちょっと安くなってたのかな。
で、これからの時期紅茶とか自分が飲むのにもちょっと誰かに出すのにもガラスなので色も綺麗に見えてとっても便利なので買い足しました。この食洗機対応っていうのがすごく今はありがたいです。あとは靴下買いました。スニーカーイン靴下っていうもののチャコールグレーを3つ買いました。前ね、無印でずれない靴下みたいなのを買ったんですけど、まあそれも良かったんですが、私結構スニーカー履くのでなるべく脱げにくいこういった靴下の方がまあ履きやすいかなと思って、スニーカーイン靴下って商品名についてるぐらいだったのでこれを買いました。いろんな色があったんですけども、シンプルが良くて、で黒だと結構いっぱい持ってるのと、あと猫の毛が白なのでつきやすいので今回チャコールグレーを3つ買いました。3点でいくらっていう感じで安く買えました。あと今回初めて無印でシャンプーとコンディショナーを買ってみました。ちょっと私今まであったの知らなかったと思う初めて見た気がしたんですけど、前からあったんですかね。なんかエイジングケアシャンプーコンディショナーって書いてたのでちょっと気になって買いました。小さい袋に入ってるんですけど 300g 入ってます。使ってる方いらっしゃるかな。なんかいろんな種類があって、敏感肌用が一番安かったのかな。だけどちょっと気になったエイジングケアっていうのを今回買ってみたんですが、ぜひおすすめの種類あれば教えてください。そしてまたもやバスグッズなんですけども、頭皮ケアブラシを買いました。こちらシャンプーするときに使うように買いました。もともとウカのスカルプブラシを使ってたんですけど、こういう風にかける場所がなくて、でこれ今日たまたま見つけたんですが、かける場所があるのでお風呂でかけれるのは便利だなと思って買ってみました。今うちお風呂に何も置かないようにしていて、シャンプー、リンス、ボディーソープは壁に磁石でくっつくようにしていて、それ以外はもう何も物を置かない。洗顔とかクレンジングとかその都度使うものを洗面所から持ってきて、またお風呂が終わると洗面所に拭いて取り出してっていう生活をしていて、お風呂に何も置かないようにしてるんですね今なのでスカルプブラシも最近使ってなかったんですが、お風呂に持ち込むのがめんどくさくて、だけどこういう風にかけておけるならお風呂に置いといてもいいかなと思って今回買いました。あと無印にもこんなのあったんですね。フィルム石鹸です。すごく薄いコンパクトな持ち歩きがしやすい石鹸になってます。紙石鹸みたいな感じかな。こんな感じで薄い石鹸がたくさん入ってます。ものすごい公園で泥遊びをした時とか、公園の水道で手を洗ってもなんか全然取れない時とかあるんですよ。そのままこうお昼ご飯食べたいとかおやつ食べたいってなるとすごい全然取りきれなくて汚いなって思ってたので、持ち歩きの石鹸を買いました。24枚入りです。そして歯ブラシ買いました。無印の歯ブラシどうなんですかね。色が可愛かったので買いました。こちらとあとまあ主人と色が違う方が分かりやすいのでホワイトも買いました。あとこの色の歯ブラシ気に入ったので、もう一つ小さい毛先のものも買いました。これは息子の仕上げ歯磨きにいいかなと思って。使ってる方いらっしゃいますかね。これもちょっと使ってみたいと思います。あとはこちらケースポケット付きのナイロンメッシュ買いました。結構お値段が450円したので、まあ、100均でもあるっちゃあるのかなって思ったんですが、まあ、中にこうナイロン収納がもう一つついていて、もしかしたら使いやすいかもと思って買ってみました。今母子手帳が2つあるので、まあ、適当なポーチに入れてるんですけど、これに母子手帳2つとあとこっちにこう診察券とか入れたりできたら便利かなと思ってちょっと1回買ってみました。グレーと黒あってグレーにしました。あとこちら息子のレギンスパンツを1本買いました。なんか楽々動けるパンツらしくって、色味もとっても可愛いし部屋着で着ても楽そうな素材だったのでちょっと買ってみました。あとは食品系なんですが、発酵ぬか床買いました。これめちゃくちゃ気になっててずっと前からで、毎回買うのためらってやめてたんですよ。だけど今回ちょっとまあ無印習慣だったし自分でつけてみたいなと思ってやっとこさ買いました。いつもこうカゴに入れては最後に戻してとかしてたんですけど、やっと買いました。毎日のかけ混ぜがいらないぬか床です。あらかじめ発酵されているのでそのまま野菜をつけられます。ぬか床ってすごいめんどくさいイメージなんですけど、これは手軽につけれるみたいでとっても楽しみです。これが結構重い。あとこのシリーズも新しいんですかね、糖質 10g 以下のお菓子っていうのがあって、
紅茶ドーナツとチョコドーナツ買いました。紅茶って書いてるお菓子すぐ買っちゃうんですけど、さらに糖質オフなんてすごいいいですよねって言いながら、まあ糖質気にしてるのかって言ったらね、気にできてないでしょって感じなんですけどね。私甘いものを取りすぎてるぐらい取っているので、まあでもこういうおやつが美味しかったらありがたいなと思って今回ちょっと買ってみました。そして糖質オフのおやつ買っといてなんなんですけど、絶対糖質が高いであろう粉の飲み物を買っちゃいました。ジンジャーココアとルイボスジンジャーチャイです。2点で 15% オフかなんかそういうキャンペーンをやっていて、でこういう粉の飲み物は初めから糖分が入っているので、まあ糖質オフのお菓子買っといてなんなんですけど買っちゃいました。なんか冬になるとこういうあったかい飲み物飲みたくなりますよね。このジンジャーココアとかホットオートミールにして食べたら美味しそうだなとか、あと私もともとチャイも大好きなので、まあチャイだからシナモン入ってるんだろうけど、まあでもノンカフェインだしと思って、すっごい最近甘いもの食べちゃうので、まあそういう時に甘い飲み物で済ませられたらいいかなとか思ったりして、まあとにかく美味しそうで買っちゃいました。そしてこちら、厚切りベーコンのスープカレー。これね、まあ安くはないなって思ったんですけど、なんかで美味しいって見て、なんだっけな、インスタかなんか無印のアプリのブログかなんかちょっとわかんないんですけど、何かで美味しいって見てちょっと気になったので買ってみました。お昼一人ご飯の時とかすごく手軽でいいですよね。そして無印ドレッシング売ってるんですね。私はちょっと初めて見たんですけど、こちら人参のドレッシングが売ってて美味しそうだったので買ってみました。国内製造で中に入ってるものもすごいシンプルだったので美味しかったらいいなと思って今回これを初めて買いました。こんな感じが今回の購入品35点です。今回布団カバーも買えてものすごい満足しています。今回行った店舗がすごい空いてたのでゆっくり見れてめちゃくちゃ楽しかったです。皆様のおすすめもあればぜひコメント欄で教えてください。いかがでしたでしょうか。とってもいいお買い物ができました。 10% オフってすごく大きいですよね。今日のリップなんですけども、こちらルージュディオールウルトラリキッド707番を使っています。関連動画も貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。